ハイズカダムは、広島県三好市、一級河川、豪ノ川水系上下川に建設されたダムである。国土交通省中国地方整備局が管理する高さ50.0メートルの重力式、コンクリートダムで、上下川及び合流先の盲来川、豪ノ川の治水と三次市への浄水道供給を目的とした特定多目的ダムである。ダムによって形成された。 人造湖は、ハ塚湖と命名された。上下川は、豪ノ川の主要な支流である茂来川に合流する河川である。岩見銀山街道の宿場町で、古い町並みで有名な上下付近を水源として、北西に流路を取り、ハ塚湖で、田草川を合わせて、ダム地点を通過し、茂来川に合流する。茂来川は、 その後、三次市中心部において、小原市より流れ来る西条川を合わせるとすぐに、郷の川に合流する。ダムは、上下川と網来川の合流点から、すぐ上流に建設された。建設当初の所在地は、二見郡三坂町であったが、平成の大合併によって三次市三坂町となった。また、藍塚湖は三次市佐町と昭原市総領町に、またがるが、これらの地域も、 平成の大合併以前はそれぞれ、二見郡北町と甲野郡総領町であった。ダム名の由来は、水没地域の中心地であった、灰塚地区にちなんでいる。中国太郎と呼ばれ、中国地方最大の河川である豪の川は、流域の大部分が山地であり、平地は三次盆地や川口部の豪津市などわずかであった。 そのわずかな平地に高地が開発され、人口が集中していった。特に三次盆地は、ビンゴ北部の交通の要衝であり、江戸時代には、広島藩の市藩である三次藩も置かれた。五万国の城下町として、発展をしていた三次市であるが、大雨の際にはたびたび洪水による被害を受けていた。これは三次盆地の地形的要因によるものが大きい。三次盆地は、 郷の川とその支流が一堂に合わさる土地である。西南方向から郷の川が流れ、ヘアピン状に大きく蛇行して、西方向へ流路を変える。このヘアピン状の蛇行部に向かってきたから関の瀬川、東から網来川が合流する。さらに網来川には、郷の川の合流直前に西条川が合わさる。このようにして三次盆地に、中国三地南部、東部、 北部の三方向から一斉に河川が合流する上に、合流後は、急激に川幅が狭くなることから、大雨が一旦降れば、一挙に濁流が三次盆地に押し寄せ、盆地はさながら湖のような山上となる。こうした、豪の川の治水を図るため、1953年から、建設省中国地方建設局は、堤防建設を主体とした。 河川改修を直轄で実施した。だが1965年6月から7月にかけて、豪の川は2度にわたる大洪水を引き起こし、三次市をはじめ流域に大きな被害を与えた。豪の川の本流に1974年完成したハジダムこの洪水を機に、豪の川の治水を万全なものとするために建設省は、豪の川本流、 高田郡八千代町に、ジダムの建設を1966年より、開始した。三次市までの洪水調節を図り、堤防整備などと合わせて、豪の川下流の洪水流量を軽減しようとした。ところが1972年7月、中国地方全域の河川を暴れさせた、昭和47年7月豪雨は、豪の川流域、 特に三次市に過去最悪の被害を与えた。網来川の堤防が決壊して中国、三地北東部に降った雨が、一挙に三次市内に流れ込み1万4000戸が床上、床下浸水の被害を受け、22人の尊い、人命が失われた。このため、豪野川本流のみならず、上流部最大の支流である網来川流域における、根本的な治水対策が求められた。 一方、三次市や小原市は古くから人口の密集する地域であったが、上水道は地下水や豪の川からの直接取水によって賄われていた。だが次第に人口増加によって需給のバランスが崩れ、滑水になると容易に水不足に陥った。ハセダムは広島市への上水道供給を目的としており、豪の川から新たに水を取水するのは、 環業水利権の関係上不可能であった。その観光水利権者である流域の農家も、滑水機には必要な取水量が確保できず、農業も深刻な被害を受けていた。こうした観点から、水資源供給の整備も不可欠となった。以上の理由から、ハセダムに続く、豪の川水系の河川総合開発事業が、計画され、1973年に策定された。 豪ーノ水系工事実施基本計画において、毛来川流域の多目的ダム計画が正式な事業として採択された。これがハイズカダムであり、豪ーノ総合開発事業として1974年により事業が着手された。ハイズカダムは1965年よりダム建設に必要な情報を収集するための予備調査が開始されたが、ダム計画が知られて、 すぐに、地元ミラサカ町、キサ町、総領町の住民が猛烈な反対運動を繰り広げた。八の素城紛争や八場ダム、大滝ダムに匹敵する激しい反対運動により、ダムは予備調査から完成まで41年の長い年月を費やした。日本の長期化、ダム事業の一つである。1965年4月に建設省は、 予備調査を開始したが、ダム建設によって332個の住居と177ヘクタールの農地が水没することから、水没予定地のハイズカ地区を中心に立ち待ち、反対運動が持ち上がり、同年9月5日に、ハイズカダム反対規制同盟会が結成された。同盟会は、その後記者町や総領町の住民が加わり拡大、翌年月日には、 ハイズカダム建設反対同盟会と解組された。こうした、地元住民と気を一にして、ミラ坂町などの町議会もダム建設反対決議を採択し、建設省との全面対決姿勢を炉にした。この間建設省は、ダム地点の調査は愚か、地元に全く足を踏み入れられない状況となった。1972年7月豪雨による三樹市の大水害。 それに続く、豪の川水系工事実施基本計画策定によって、ハイズカダムは正式な事業となったが、地元町議会と水没予定地の住民は、ダム建設反対の意思を変えず、1974年の実施計画調査にも反対決議を採択して、建設省との交渉を拒絶した。この後、建設省は地元に入ることが許されないまま、 1981年までの7年間完全な、降着状態が続いた。なお、同時期に着手された郷ノ川本流のハージダムは、実施計画調査から、保証交渉、本体工事、そして完成といったすべての段階を、ハイズカダムの予備調査機関内に済ませている。 公着状態が約7年続き、地元広島県も事業の停滞を懸念して仲介に乗り出した。1982年には当時の広島県知事がダム予定地に赴いて現地視察を行い、広島県庁にダム対策班を設置して交渉の落としどころを探る一方を、建設省と宮坂町など地元との間の仲裁を図った。 これ以降、ミラサカ町なども態度を軟化させ、ダム対策特別委員会を設置して、水没住民の意向調査を行うなどした。その中で1983年に、ミラサカ町が水没住民に対し、ダム湖畔に代替住宅地を提供する案を提示したことにより、膠着していた事業が動き出した。代替住宅地による保障とは、集落をダム近くの土地に、 丸ごと移転させ、コミュニティの維持を図る保障方式である。当然土地、住宅は保障の一環として提供される。特に大規模なダム事業で実施されることが多く、伊川ダム宮ヶ瀬ダム、徳山ダムなどで実施されている。広島県内では、オンイダムで施行が開始されていた。灰塚ダムでも、複数の候補地を選定して、ここに住民を集団移転させることで、 故郷を遠く離れず生活再建を行うことができる対策を提示したことで住民も対応を難化。1984年実に10年目にして実施計画調査が着手され、翌1985年には同盟会はハイズカダム建設対策同盟会と開組され、将来の生活再建に向けた真剣な話し合いが建設省と行われた。 1988年に生活再建地事業の基本方針が住民に提案され、翌1989年に事業は発足した。これは、ミラサカ町に、ハイズカ生活再建地、木佐町に、安田生活再建地、総領町に、イネソ生活再建地を建設して、水没住民を集団移転させるという、大造成計画である。 1991年には水源地域対策特別措置法の対象となり、ハイズカダムは水没個数や面積が特に大きいことから、保証金額のかさ上げや生活再建への優遇措置が図られる、法九条等指定ダムに指定された。こうしたソフトハードの整備により、1992年11月24日に同盟会との保証交渉が妥結した。 1993年に、のぞみが、丘の開村式が行われ、翌1994年までに、ひまわり、田尾さの里も完成。湖畔に3カ所の代替住宅地が整備された。水没個数332個のうち、のぞみが丘に142個、ひまわりに13個、田尾さの里に39個、その他13個と、合計207個が、 ダム周辺に定住し新生活の第一歩を踏み出した。最大の大大地であるのぞみが丘には小学校や寺社も移転したが、地元でえみきのじいさんと呼ばれる樹齢500年にもなる無垢の木も一緒に移植された。最後まで交渉が難航した豪ノ川漁業協同組合と田草川漁業協同組合による漁業権保障は1999年妥結し2001年より、 本体工事が開始され、試験淡水を経て2006年11月18日に全事業が竣工。計画発表から41年に及ぶダム事業の長い歴史は完結した。竣工式には、地権者240名も参加している。ハイズカダムの常用洪水破棄と環境用水、放流設備。定期的に放流して、河川環境を維持させる。ダムの目的は、 洪水調節、不特定利水、上水道供給の三つである。洪水調節については、ハセダムとともに、ゴーノ川上流ダム群として上下側の計画校、水流量を100年に一度の基準で計画し、毎秒1150トンの流量をダムによって、毎秒400トンに軽減させる。そしてハセダムや、堤防整備と合わせることで、ゴーノ川本流の洪水量を、 島根県豪津市において毎秒1700トンに減らす。不特定利水については、上下側、網来側、豪の川流域の農地へ供給する、環境水利県分の農業用水を安定して供給するほか、山河川の河川環境を保全させるための流量維持を図る。1997年に河川法が改正され、河川環境の維持が治水。 利水に並ぶ重要な方目的に掲げられた。これ以降全国のダムに環境維持のための放流設備が設置されたが、ハイズカダムの場合は河川環境維持専用のゲートがダム中央部に設置された。定期的にフラッシュ放流を実施し人工的に洪水を起こし、河川に固着する藻などを洗い流し縁や背を維持させることで河川環境を 自然の状態に維持させることを目的としており、主要放流設備として設置されるのは、全国でも珍しい。上水道供給は三次市と昭和田市を対象地域と、市、それぞれ日量1万トンと、日量5000トンを供給する。これらの目的により三次市を、洪水から守り、活水に耐えられる、上水道を供給する。そして以前は、 流量が不安定だった上下川や蒙来川の水量を維持し、河川生態系と河川環境を保全する重要な役割を担っている。ハイズカ湖チはウェットランド前景ダム湖であるハイズカ湖は一般公募によって決められた名称である。ダム湖がカタカナ表記であるのはアイヌ湖が湖名に付けられる北海道を除けば全国でハイズカ湖他数カ所だけであり、極めて珍しい。 試験的に貯水を行う試験淡水中、満水となって、ダムの非常用洪水破棄から一斉に放流された際には、わずか一週間という短い間に、県内外から2万人もの観光客が訪れている。ハイズ湖には2カ所の小園庭が設けられている。一つは、上下側に建設された、千ワ園庭、もう一つは、田草川に建設された川園庭である。 河合園庭は、大径、CSG ダムで建設されている。これら二つの小園庭の目的は、ダムの宿命でもある大佐の防除に加え、ダム湖上流部の水量を貯水で維持させることで湖岸の乾燥化を防止するという目的を持っている。特にチワ園庭上流には、チワ地区環境総合整備計画に基づき、チワウェットランドが建設された。これは、 地話園庭によって形成された水域を利用して、湿地や水辺を人工的に整備し、両生類、昆虫、水生植物の生育を促すという目的で建設された。ダム周辺の環境整備の一環であり、合わせて、鳥類の飛来を促して新たなる自然環境を創造することを最終目標とした。その効果はすでに建設中より現れ国の特別天然記念物で、 絶滅危惧種であるコウノトリが飛来した。2年連続で飛来したが、いずれも別の個体であったことが判明している。現在はバードウォッチング用の観察小屋などが整備されている。この他湖畔には水際まで降りて遊べる際の峠広場や日本、モーターサイクルスポーツ協会の認定コースにもなっている。ハイズカダムトライアルパーク、キサヤスダパークゴルフ場。 タオサの里スポーツ広場といったレクリエーション施設、3000本の、もみじが植えられたもみじ山や大谷植物園もある。ダム本体も開放されており、直下流のハ塚ダム記念公園からエレベーターで、ダム頂上まで行くことができる。なお、エレベーターに通じるトンネルは、治安対策の観点から、常時、広島 FM が放送されている。ありがとうございます。